シルバートーンの1478ビグスビーというギターをご紹介いたします。シルバートーンというブランドですけれども、1960年代にですね、エレクトリックギターの主に初心者向けのギターをですね、発売しておりましたけれども、これシアーズというデパートがですね、これが通販専門に作ったブランドだそうなんですけれども、こちらの1478というタイプのギターはですね、1963年に発売されたスタイルということで、発売されてすぐに瞬く間に人気になったスタイルのギターであります。今回ですね、このシルバートーンの1478というギター、大幅にリファインされまして再発売されたんですけれども、なんとですね、こちらビグスビーのライセンスを取ったユニットが載っております。そして数々現代風のアレンジがされて復活されてましたので、細かく見ていきましょう。まず大きく目を引きますのがこちらのブリッジ周りですね。このシルバートーンというギターは割と初心者向けのスタイルで売り出されておりましたので、ブリッジとかテールピースのあたり、この辺は結構簡易なものしかついてなかったんですけれども、今回のこの1478はチューンオーマチックタイプのブリッジ、それであとビグスビーのですね、ライセンスですけども、非常に質感のしっかりしたビグスビーが搭載されています。ボディのマテリアルはこちら表と裏にメープルが貼ってあるマホガニボディということで、非常に珍しいスタイルなんですけれども、そういうスリープライなんですかね、こういう独特なボディになっています。ネックはマホガニーネックで、こちらはローズウッドフィンガーボードがしっかり貼られておりまして、ネック周りですけれども、フレットはニッケルシルバーのフレットが貼ってありまして、そして指板の R は 300R、 そしてスケールが 24.5 インチということなので、通常のエレクトリックギターとしてですね、使いやすいものになってますが、ネックのシェイプも C シェイプで、ちょっと薄めな C シェイプという感じに馴染みやすいネックです。ピックアップはこちらオリジナルのシルバートーンのシングルコイルですね、ちょっと大きめですけれどもシングルコイル、ポールピースがネジで一つ一つ高さが調整できますので、細かいニュアンスも調整ができるような仕様になってます。コントロール系はボリュームトーン、ボリュームトーンと、それぞれがこの2つがフロントのピックアップ、こちらがリアのピックアップに作動するコントローラーになります。トグルスイッチは3ウェイ、これがフロント側、そしてミックス、そしてリアになります。それではフロントピックアップから音を聞いてみましょう。そしてミックスポジションです。そしてリアピックアップですね。
古き良きシルバートーンのビザールの感じもすごくいいんですけれども、新しく生まれ変わって本当に使いやすいギターになっています。現代の音楽にも十分マッチするような安定感がありますね。ぜひお試しください。